マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらキリン、キリンと言ったらアフリカ。こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは分かりやすい日本語でゆっくり話します。今回のテーマは日本語の言葉遊び、マジカルバナナをします。最近は家にいることが多くて、ついつい携帯を見て疲れてしまいますよね。今回は携帯がなくてもできる日本語の言葉遊びを紹介します。ポッドキャストを聞いている人へ、字幕文字起こしは YouTube のページにあるので、そこから見てください。あと写真もあるので分かりやすいと思います。はい、今回のテーマはマジカルバナナです。今回は私の大家さん、そしてフォトグラファーのゆりかちゃんと一緒に遊びました。1990年代に日本のテレビ番組でしていた言葉遊びのゲームです。ではルールを説明します。最初にみんなでマジカルバナナと言います。そして最初の人がバナナと言ったら黄色、次の人は黄色と言ったらキリン、また次の人はキリンと言ったらアフリカなど、その言葉に連想する言葉、その言葉をイメージすると出てくる、次のイメージを言います。これを続けていきます。せーの、マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらビール、ビールと言ったら苦い、苦いと言ったらコーヒー、コーヒーと言ったら茶色。そんなんでいいの？いいよ。え、茶色と言ったらかりんとう。かりんとう、うん、かりんとうと言ったら美味しい、うん、おいしいと言ったら紅茶。紅茶と言ったら甘い。甘くないね。甘くないね。紅茶と言ったら、紅茶と言ったら茶色。ダメだ、また茶色。同じのダメだ。どうしよう、紅茶と言ったら、あ、イギリスとかじゃいいんだ。イギリス、うん、イギリス。紅茶、うん、イギリス、うん、イギリス、紅茶と言ったらイギリス。イギリスと言ったらスコーン、うん、食べ物ばっかりだね。、うん、スコーンと言ったら抹茶。抹茶？ね、抹茶と言ったら、うん、フラペチーノ。ごめん、食べ物から抜け出せられない。食い地張って、うん、なんだっけ、フラペチーノと言ったら、うん、スタバ、うん、スタバと言ったら桜、うん、桜と言ったら春、春と言ったら入学式、入学式と言ったら校長。校長の校長の話、校長の話、校長の話と言ったら長い、長い、長いと言ったら、うん、コロナ、コロナ。コロナ長くない？そうだ、長いよね。コロナと言ったらブッコロナ。ブッコロナと言ったら、うん、コーペンちゃん。コーペンちゃんと言ったら布団。布団と言ったら出れない。出れない。ルール、出れないと言ったらこたつ。こたつと言ったらあったかい、うん、あったかいと言ったら、うん、焼き芋。ああ、焼き芋と言ったらさゆりさんでしょ。いつも焼き芋食べてる。さゆりさんと言ったら今日餃子作った。今日餃子作ったと言ったらもらった。もらった。もらったと言ったらチンスコ。チンスコ。うん、チンスコと言ったら沖縄、うんうん、沖縄と言ったらダイビング、ダイビングと言ったら
魚、うん、魚と言ったら青、青魚、青魚、青と言ったら、クラゲじゃなくて、青と言ったら、うん、海、海、海と言ったら空え、セットじゃない？空と言ったら、雨、雨、うん、雨と言ったら冷たい、冷たいと言ったらアイス、あ、アイスと言ったらバニラ、バニラと言ったらお菓子、うん、お菓子作り、お菓子作り、お菓子作りと言ったらおからケーキ、マジであのレベル高、夏美さんのおからケーキ、おからケーキと言ったら、うん、健康的、うん、健康的と言ったら、酵素、酵素、はあ、酵素と言ったら、あ、酵素じゃない、乳酸菌だ、あ、乳酸菌、うん、乳酸菌と言ったら、うん、花粉症で、花粉症と言ったら杉、杉と言ったら花粉それ以外でなんか森とかさ、杉と言ったらああ森、森、も森と言ったらタモリタモリと言ったらサングラス、うん、ああサングラスと言ったらなんとか石って言ったっけ、ラサ、なんだっけ、なん、サンプラザ中野だ、サンプラザ中野待って、サンプラザ中野検索しないと、サンプラザなんだっけ、うん、サンプラザ中野、うん、この人いるでしょなんだっけこの人、ミュージシャンサンプラザ中野くんになってる、名前変えてる、くん、くん付けなんだ、うん、サンプラザ中野と言ったらハゲ、ハゲ、ハゲひどい、ハゲ、つなぎづらい、ハゲと言ったら光る光ると言ったら雷、あ、雷と言ったら嵐、嵐と言ったら相葉くん、相葉くん、相葉くんと言ったら動物、あ、動物と言ったら志村動物園、志村動物園と言ったら悲しい、ああ悲しいと言ったら悲しい、悲しいと言ったら、うん、なんだろう、コロナじゃないコロナ、コロナ、コロナばっかり戻ってきた戻ってきた悲しい、なんだろうね、あ、失業ネガティブ、ネガティブすぎる失業、失業ね、失業と言ったら、失業、失業と言ったらホームレス、あ、うん、ホームレスと言ったら自由、あ、いいね、自由と言ったらキャンプ、ああちょっとポジティブ、ポジティブキャンプと言ったら、うん、焚き火、うん、焚き火と言ったら焼き芋って言いそうなやっぱ大好き焼き芋焚き火と言ったら、焚き火と言ったらバーベキュー、うんうん、バーベキューと言ったら、うんうん、タマチクラブズこんなにそれタマチあ、いいよタマチクラズと言ったら自転車や、うんうん、自転車やと言ったら、うん、うん、電動自転車、あ、電動自転車と言ったら楽、楽、うん、楽、うん、楽と言ったら、うんむずいね、なんだろう、公務員、失礼、公務員、失礼公務員、公務員と言ったら安定、安定、うん、安定と言ったら公務員以外に安定ないよね
ね日本やばいね。安定といったら、うん、ハーゲンダッツ安定の美味しさ。あ、そういうこといいね、ハーゲンダッツ私が答えちゃった、ハーゲンダッツといえばドイツ。ドイツなんだ多分、うん、ドイツは、うん、ドイツといったら、うん、白雪姫。あ、そうなんだ。かな多分、okay、白雪姫の城があるよ、ね、あ、白雪姫といったらディズニー。あ、ディズニー、うん、ディズニーといったら、うん、プーさん。もうプーさんといったらハチミツ。ハチミツといったら、うん、菜の花。菜の花といったら食べれる食べれるといったら、うん、ハンバーグ。ハンバーグハンバーグといったらひき肉。あ、あ、食べたじゃん、やっぱり、ハンバーグといったらひき肉、うん、ひき肉といったら、うん、餃子。餃子戻った。ひき肉といったら、うん、何、ビビンバ。ビビンバ、あ、ビビンバといったら韓国、うん、うんうん、韓国といったら、うん、キムチ。食べ物しかないキムチといったら赤い、ああ、うん、赤いといったらトマト、うん、トマトといったらイタリアどこにでもあるけどねイタリアといったら、うんうん、ピザ。あ、ピザといったら、ペパロニ、うん、ペパロニ。ペパロニってさ、なんかサラミみたいなやつ。へ、ペパロニって言わない？ペパロニ、うんうんうん、サラミ、サラミのことペパロニっていう、うんうん、おしゃれだね。ペパロニと言ったら、うん、何、わかんない、サラミサラミでももう10分きた、 ありがとうお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、バナナ。いかがでしたか？今回一緒に遊んでくれたゆりかちゃんはYouTube のチャンネルを持っています。車上生活を動画にしています。車上生活というのは車に住むということです。面白いですよね。そんなゆりかちゃんの暮らしを見たい方はぜひチャンネルをチェックしてみてください。じゃあまたね。バイバイ。